植田厚氏は、男性アナウンサー。茨城県筑波市出身。茨城県筑波市立あずま中学校、筑波修英高等学校、東京農業大学北海道、オホーツクキャンパス生物産業学部、生物生産学科に入学、あばしり市で生活。地域環境科学部造園科学科に転学し、2011年3月、卒業。その後、3年間 IT 企業で、 社会人を経験し、2014年にアナウンサーとして MRT 宮崎放送に入社。同期のアナウンサーは、古屋式さや瀬戸亮太、宇田川社地である。2015年同局報道部に移動。2016年同局ラジオ部に移動。2017年10月には再び報道部に移動。新しい年竹噴火を全国中継する。2018年。 熊本放送報道制作局アナウンス部に契約社員として入社し、2021年1月末をもって退社。2021年、グリーンチャンネルの東京2020オリンピック馬術競技中継、世界の馬術がやってくるで7月24日の馬場馬術団体兼個人グランプリ第1日目と7月25日の同第2日目の実況を担当した。特技は、 スノーボードとスキューバダイビング。潜水士の資格も取得しており、MRT ニュースネクストにおいて、産後の現状を水中からリポートした。東京農業大学卒という経歴もあり、熊本放送の番組においては、農業関係のリポートを行うこともある。宮崎放送での報道部1年目の2015年10月28日14時50分。 ゴロに発生した宮崎市中心部の交差点から JR 宮崎駅前にかけて軽乗用車が歩道上を約700メートル暴走し歩行者や自転車に乗っていた男女6人を次々と跳ねた歩道暴走事故に別の取材中に遭遇しスクープとなった。熊本放送カラフル夕方ライブ月金。基本的にリポーターで出演ニュース。ありがとうございます。